じゃあ次回ですね、新しく続きでございます。どこまで行ったかっていうと、ここまで来ました。上から来てね。でここと同盟がね組んでて、まだ44ヶ月あるんで、その間にこっちの方ね行きたいなと思うんですよね。とりあえずここだね。ここと同盟組めないかな。加藤コントローラーが本当にバカだな、これ動かないんだもん、思う通りに。今変な音がしたな、なんだろうな。ここも全部黒か。コントローラー動かねえんだよな。もうコントローラーがなちょっとね暴走するんだよね。
いいのかな。やった。同盟を組んだぞ。ここと同盟組んだんですよ。それで今ここを攻めようとしてます。同盟国に捕らえないようにしなくちゃいけないな。
集めてるんですよ。法要の人とね、浪人の人を集めるんです。味方にするんですよ。承知しました。これセーブしよう。裏切られると困る。寝返ったら困るんだよ。そしたらね、人をね送りましょう。黒滝城、これも
もうコントローラーが勝手に動いてる。街並みを制圧しました。どうしようかな。これは欲しいかな。
しました。町並みを制圧しました。金がない。ああ、歩兵もできないじゃないか。しょうがないな。コントローラーが動かないんだよな。ムカつくな、本当に。
ントローラーが動かない。承知いたした。もうなんかコントローラーが動かないんだけど、あーもうムカつくな。マークが似てるけど、こことさ、ここは違うよね。まあもうムカつくな、コントローラーが動かねえんだよ。これを壊してもらいたいよ、これを。お任せを。勝手に決めないでくれよ。もうコントローラーが暴走してる。